そうですね、まあ相手強いのは分かってたんですけど、まあ、予想以上に、まあ、きつい試合でした。いや、こういうふうに、まあ、苦しいながらもこうする試合勝ててるっていうのは非常にいいことですし、今度目指してた目標としてたのを達成することができて嬉しいです。ありがとうございます。念願の J1 昇格、どう？いや、もう本当に最高です。自分でもなんか信じられないような感じですね、今。いや、もう本当に育成年代からずっと J1 のヴェルディが見たいと思ってましたし、まあ、それをまあ叶えることができたのはすごい嬉しいんですけど、まあ、J1 昇格して終わりじゃないんで、 J1 でまあ優勝争いできるようなチームになりたいと思ってます。お疲れ。ありがとうございます。もう夢だった J1 昇格、実際来たけど、いや、まだ実感わかんないです。いや、もう言葉が出ないです。まあ、まあ個人としては結構悔しいシーズンだったんですけど、まあ、最後こうやって苦しんだ分、こんな、ね、計り知れないほどのものを得られて、本当に1年間頑張ってきてよかったかなと思います。もうこの試合が今年1年のチームを物語ってるかなと、まあ、最後まで諦めない姿勢っていうのが染めの最後のプレーに出たと思いますし、まあ、その前の、まあ、全員のプレーがあそこに繋がったかなと思います。いや、でも本当にみんなのおかげです。もう最高です。もうそれだけです。本当に良かったです。もうやばい。ありがとうございます。嬉しいっす。嬉しいっす。Essa aí é para cada torcedor do Verde que durante esses 16 anos não abandonou o clube. Fase difícil, jogando no Agista vazio. Muitos desses caras nunca abandonaram a gente. É para eles. Deua! そうですね、まあ、前半は結構やられることが多かったんですけど、まあ、後半、やっぱり失点してしまって、その後2点目はやらさないという話をしてて、まあ、最後、引き分けできたらよかったです。どう、前半と決まった瞬間は？いや、なんか自然と涙がこぼれてきました。この1年は本当に若い選手も多かったですし、自分が引っ張ってやるという気持ちで挑んでました。はい、難しいゲームだったと思うんですけど、まあ、昇格できたということが全てだったと思います。良かったです。この昇格は本当は1年間頑張ってきたあのみんなの昇格だと思うので、本当におめでとうと言いたいです。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。もう決まりました。いや、マジ最高っすね。本当にあのベルディに関わる全員におめでとうって言いたいです。そうですね、まあ苦しかったですし、まあ、ただあの選手全員、クラブ全員で1年間戦ってきたんで、それが結果につながって本当に良かったです。ありがとうございます。いや、もう最高です。いや、もう最高のチームです。1年間楽しかったです。いや、最初まあもう信じられないですけど、まあ、多分やってきたことが結果につながったんで、それはもうみんなに感謝ですし、1年間もうこの1年間に感謝します。本当にありがとうございます。いや、まあ、本当に選手全員がハードワークしてやってきた頃のからの結果だと思うんで、いや、本当に嬉しいです。決まった瞬間は、いや、もうめちゃめちゃ嬉しかったです。本当に、いや、もう最高っす。もう俺が入った時から J2 だったんで、 J1 を知らない身だったんで、自分で上げることできて最高っす。なんかそういう先人の方たちの思いも聞いてましたし、僕なんかハムさんにいろんな思いも聞いてましたし、まあ、そういう人たちの分も、まああいう PK というか、まあ、持ってるなっていうのもありましたし、まあ、そういう人たちのおかげでもありますし、まあ、自分たちで掴み取ったものでもあるので、まあ、自信を持って J1 に行ければいいかなと思います。監督、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。もう大変だったと思いますけど、いや、まあでもこのチームらしい最後粘り強さ見せられたんで、いや、こいつらすごいですよ。本当にすごい。大将も決まった瞬間、思いはどんなことで、いや、もう分かんない。もう覚えてない。ありがとうございます。
富永君、おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、あの PK は。いや、まあ緊張しましたけど、まあ良かったです。どんな思いで今日は入りました、試合。まあでもこうやっぱみんな緊張感持った中で試合できたんで、こうまあ本当にいい試合ができたのかなと思います。どうぞ、 J1 勝が決まった瞬間は。いや本当嬉しいですし、まあ本当にまああの1点で恩返しができたのかなと思いました。ありがとうございます。挨拶行って。コジおめでとう。やったな。やっと。よくやったよ。やっとだよ。どう今心境は。いや、もう嬉しいっす。それだけ。